日本共産党の山田康信です。まず衆議院選挙の結果と選挙制度改革について質問します。昨年12月の衆議院選挙は自民党が議席を大きく増やしました。ところが選挙結果を冷静に見ますと、小選挙区選挙では自民党は得票率が3割しかないのに8割もの議席を占め、比例代表選挙を加えても得票率がこれも3割程度なのに議席は過半数を占めています。確かに議席数では自民党が圧勝しましたが、これではとても国民の支持を得たとは言えないと思います。小選挙区制度の問題はこれだけではありません。小泉チルドレン、小沢ガールズなどと揶揄され、こんな国会議員で大丈夫なのかと国民から不安に思われるような議員が生まれ、次の選挙では大量落選するという現象がこの間の小選挙区制度で繰り返されています。さらに当選するために手段を選ばず、選挙目当てで選挙公約が作られ、選挙に勝ったら公約を破るだけでなく公約しなかったことまで実施するという事態が起き、このようなマニフェストも政権交代も意味をなくした最大の原因は、たった一人しか当選できないという小選挙区制度にあると考えます。ところが今選挙制度改革と称している内容は、小選挙区制度の区割りを変えることと比例代表制度の定数を削減することにとどまっているようですが、こんな小手先の対応では抜本的な制度改革とは言えないと思います。そこで市長は、小選挙区制度は問題だとは考えないか、さらに地方自治体の立場から政府に小選挙区制度を廃止する選挙制度の抜本的な見直しを提案する考えはないか見解を伺います。次に、旧勝山清華高校の土地問題については昨日からの議論を踏まえて質問します。この問題の核心は、直接の利益がない勝山氏がなぜ9500万円も負担するのかということです。しかもこの9500万円を支払っても勝山氏は相変わらず土地の所有権は得られないんです。私たちは現段階ではこんな社会的道理に反する支払いの必要はありえないと考えていますが、もし勝山氏に賠償責任があるならば支払いをしなければならないとの立場です。いずれにしてもこの間の経過と責任を明らかにして、市民の理解を得られるようにしなければこの支払いを認めるわけにはいかないと考えています。これまで理事者側から議会に提出された資料は、1月24日の全員協議会で配布された A4 サイズたった1枚だけで、あとは口頭説明だけでした。これではまともな検証はできません。そこで土地の譲渡契約書など理事者が持っている関係資料を自ら進んで議会に提出して説明される考えはあるのか、市長の見解を伺います。福井県へのこの土地の移管の経緯は、当初勝山経営会社社長が福井県知事に学校にかかる財産の再納願いを提出されましたが、福井県が不動産の才能を認めなかったとされています。その後の経緯は、昭和33年12月11日の勝山市議会の会議録で、当時の山内市長が羽根知事から個人より土地建物を勝山市に寄付をさせて、そしてすべての手続きを完了した後に適当な時期にまた勝山市から県に寄付するようにしてもらいたいという話がございましたので、その後勝山経営株式会社社長の荒井義松氏にいろいろ懇談しましたところ、荒井氏は快く無条件で土地建物を市に寄付された次第でありますと述べているように、勝山氏は当時の知事の意向通りに土地と建物を勝山経営会社から福井県に移管するために、勝山市を経由するという便宜を図っただけで、このことは荒井氏と福井県と勝山市の同意のもとで行われたことは明らかです。市長は
将来万一、福井県立清華高等学校の土地建物として利用せざるに至る場合は、寄付者に返還するものとするという付帯条件があるので、養護学校になるにあたって、勝山市に支払い義務が生じると説明してきました。しかし、この勝山市委員会の付帯条件は、勝山携帯会社から寄付を受けたときにも、福井県に寄付をしたときにも、明記されています。同じ付帯条件ですから、勝山市が寄付を受けたときに返還義務があるなら、寄付したときにも福井県に返還する義務があるべきで、一方は有効で、一方は無効だとは考えられません。この問題の核心は、土地を寄付者に返還することですから、勝山市議会の議決を守って、福井県に土地の返還を求めて、元の寄付者に返還し、その上で福井県が土地の賃貸借契約をすれば済む話です。勝山市が福井県に土地の返還を求める請求権があっても、請求しなければ権利を放棄したことになってしまいます。そこでまず市長は、この勝山市議会の議決通りに、福井県に土地の返還を求められたのか、伺います。市長は、勝山市が福井県にこの寄付をした時点で、勝山市には福井県に返還請求する権利がなくなり、この時に勝山携帯会社に返還することができなかったと、とでも言うんでしょうか。私は、勝山市が土地の返還を求められているというのに、福井県が土地は返さない、なんていう態度だとは、社会常識から考えて信じれませんし、もし福井県がこんな主張をするなら、一方的に勝山市に不利益になるこの契約そのものが無効だと訴えて返還を求るべきだと考えます。また、勝山携帯会社としても、その時点で福井県の寄付に異議を唱えて、契約の是正、または無効確認、もしくは損害賠償請求をするのが普通だと考えます。ところが、こうした事実は確認できません。そうなら、当時、勝山携帯会社としても、土地の返還請求権がなくなったことを容認をされたか、または請求権を放棄したと主張することも可能だと考えます。こうした内容も検討されたのか、説明を求めます。そもそも議会は、土地を寄付者に返還することしか議決していないのに、この議決に反する新たな事態が引き起こされ、そのために賠償責任が発生したのではないかと危惧をしております。最近私の資料請求に対して勝山市が情報公開をされた平成20年11月18日付の勝山南高校敷地に係る経過についてという文書があります。この文書には、県教育庁がこの土地で養護学校を進めた場合、土地に関し新たな要望が出ないか、山教育庁に打診をされ、市長と協議して、勝山市が責任を持って対応する考えと回答したと記述されています。なぜ福井県はわざわざ勝山市にこの土地で養護学校を進めた場合、土地に関し新たな要望が出ないかと問い合わせたんでしょうか。この背景には、福井県はこの土地の移管にあたっての経過を認識していて、土地に関して新たな要望が出る可能性があると判断していたと推察できます。この文書では詳しい内容が記載されていませんので、この福井県の問い合わせの内容について正確な説明を求めます。もう一つは、市長が勝山市が責任を持って対応する考えと回答したとしていますが、これはどういう内容を含んでいるんでしょうか。勝山市議会は土地を寄付者に返還すると議決しているのですが、この回答では勝山市は福
福井県に土地の返還を求めないと受け止められる恐れがあると考えますが、市長の見解を伺います。もう一つ、この文書には、新井社長に市長が養護学校用地への協力を依頼したと記載されています。このことは何を意味するんでしょうか。もし、福井県の土地の寄付時に、勝山市の土地返還請求権がなくなっていたというふうに主張するなら、養護学校用地に関し、新井社長に何を協力依頼したというんでしょうか。市長の説明を求めます。この問題を理事者が議会に初めて説明したのは、平成22年2月22日の全員協議会で、しかもこうした詳しい計画は全く説明されず、話し合い中なので秘密にしてほしいとのことでした。この時私は、補償について一つのパターンしか示していない。養護学校はこの敷地以外で考え、県から無償譲渡で土地を返してもらえば、新井さんに返せる。他の選択肢を協議すべきと提案をしました。この時に、この土地問題を解決していれば、勝山市が損害賠償などしなくてよかった可能性があるのです。市長はこの勝山市の賠償責任を回避する対策を検討されたことがあるのか、説明を求めます。次に、上下水道料金の改定について質問します。この問題について私は12月議会で論点整理をして提案をしながら質問しました。このうち、都市計画税の見直しについては改定をするという説明があり、一定の改善が図れたと評価しています。ところが肝心の料金値上げを元に戻すことについては、市長は年度内に提答申を受けて見直し、来年し、今年4月からの料金徴収から反映させると説明し、されたと思いますが、未だに結論が示されていません。結論が先送りされれば、値上げが来年度も続くことになります。そこでなぜ結論が出ないのか、いつまでに結論を出すのか、説明を求めます。来年度の下水道事業予算案では、借金の実際の返済額、約3億4000万円のうち、6割は交付税措置されて、約2億円を一般会計から繰り入れるべきなのに、予算案では1億3500万円しか繰り入れられず、この差額6500万円が実質的に下水道料金が一般会計に吸い上げられるというようになっています。こうした状況を解消するには、来年度の早期に結論を出して、4月に遡って値上げを元に戻すべきと考えますが、市長の見解を伺います。次に、畑屋記念館の運営問題について質問します。畑屋記念館の事業費は、昨年度の平成23年度は4,039万円。今年度が4,242万円。来年度は4,550万円と、毎年増え続け、昨年度と比べて500万円以上も増えています。実質的な勝山市の負担額も、平成23年度は1857万円だったのに、今年度は3465万円、さらに来年度は3704万円と、これも毎年増え続け、昨年度と比べて1847万円も増え、勝山市の負担は2倍にも膨れ上がっています。それなら観覧料収入は増えたのかというと、平成23年度は178万円、今年度は150万円、来年度は124万円と、これは毎年減り続けています。この事業を計画したときに、運営経費は年間2000万円程度とされ、それでもこんな赤字負担をいつまでも続けるのは問題だと意見があったはずです。しかも緊急雇用対策で増やした職員を減らさず、現状は3700万円もの持ち出しになっており、この状況をいつまで続けるのでしょうか。市長はこの財政負担の限度額をどのように考え、今後どのようにする計画なのか見解を伺います。
この事業は、計画時には公設民営を目指すとしていたのに、運営を引き受ける民間がなく、勝山市が実質的に直接運営する形式を続けています。市長はこの公設民営をいつまでに導入するのか、見解を伺います。今議会の全委員会で配布された第二次勝山市行財政改革実施計画の素案には、この畑屋記念館の飲食と物販の自宅事業者を一般公募し、契約内容の見直しを行うとされ、平成26年に公募、審査し、平成27年から年間50万円委託料を削減して契約するという計画になっています。しかし、現在の業者は、設備投資もされており、一般公募で事業者を変更することは本当にできるのか。現在267万円が委託料と支払われていますが、計画通り50万円も削減できるのか疑問です。そこで今後、物販飲食の委託料が今度は逆に増えた場合、物販飲食部門の閉鎖も検討されるのか、委託料の減量額をどのように考えているのか、見解を伺います。次に、現地臨時交付金やこれで生まれた財源の活用策について質問します。政府は今年度補正予算で、追加工業事業等の地方負担分を全額記載で充当することを認め、この返済額を国が負担するとしています。さらに、地域の現金臨時交付金を地方自治体に交付し、新年度予算時の建設事業の新たな財源にするとしています。私たちは、無駄な大型公共工事には反対ですが、学校の耐震工事の前倒し実施など、身近で必要な事業は実施すべきとの考えです。そこで、勝山市にはどの程度の額が見込まれるのか、来年度予算で消化できなかった額はどの程度残っているのか、さらに今後の事業計画はどうされるのか伺います。この制度によって、勝山市の負担を国が肩代わりするのですから、これで生まれた財源を勝山市としてどのように使うか、これは市への出しどころです。私は地域経済への波及効果が高い事業とか、総合的な行き対策など、市民生活にとって効果的な事業、または水力発電など、将来自治体の経常費補填に役立つ事業を優先的に実施することを検討すべきと考えています。例えば、水力発電などは、国や県の補助金も有効に活用し、さらに地元負担金は、特色ある地域づくり基金なども活用して建設し、できた電気は、例えば地域の防犯灯などのに利用すれば、地区の電気料金の地元負担金は軽減できます。さらにこの地元負担金を従来通り徴収しておいて、地域でプールをして、この財源を使って新たな水力発電を増やせば、持続的に事業を進めることも可能です。こうして電気の地産地消のモデル地区になれば、全国の先進地域にもなり、市民の負担も減るという波及効果も期待できると考えます。私は新たな財源をどのように使うか、市民の知恵と力を結集するような取り組みが必要だと考えますが、市長はこの新たな財源をどのように活用する考えか見解を伺います。この新たな財源は、実質的には自由に使える財源が生まれたと考えると、ソフト事業にも使えることになります。昨日、同僚の加藤議員がこの財源で、国民健康保険税などの市民負担を軽減することを提案しました。私はさらにこの財源で新たな事業に取り組むことを提案したいと思います。これまでも緊急雇用対策事業を活用して、農商工連携事業とか、農地めいっぱい活用事業などに取り組んできましたが、これらの事業をさらに単独事業として継続したことは評価をしています。これらの事業の特徴は、事業費補助にとどまらず、人件費も含んでいることです。新たな事業を作るこのチャレンジ事業は、様々な分野の人材と特技をつなぎ合わせるコーディネーターの存在が不可欠です。私はこうしたマンパワーを育てるための事業に、
人件費も含めて支援することが必要だと考えますが、秘書の見解を伺います。次に市民サービスの活用支援について質問します。私たちのところには市民の方々からさまざまな相談が寄せられます。この経験から見ても、自分が利用できる制度を知らないとか、制度をよく理解できずに、どうやって利用したらいいのかもわからないという事例が多く、特に弱い立場の人たちが、せっかくの制度を十分活用しきれていないという問題があります。そこで私の提案は、自分はどの制度が利用できるのか、一覧で資料提供できるサービス検索システムを作れば、制度が効果的に利用できるというものです。今は市民の方から制度ごとに問い合わせがあり、一つ一つ該当するかどうか判断することになっています。これでは制度を熟していなければなりませんが、私の提案のシステムができれば、パソコンに個人の情報を入力すれば、特に専門的な知識がなくても、利用できる制度が瞬時に一覧で分かるということになります。そこで、こうしたサービス検索システムを作成する考えはないか、見解を伺います。介護サービス事業では、ケアマネージャーがこうした利用できるサービスを把握されて、利用計画を作成しています。私の提案は、これを他のサービスにも導入するというものなんです。介護制度はケアマネージャーが担当していますが、一般の制度については、さらに市民力を生かして対応できないかと考えています。例えばこの検索施設があれば、専門家でなくても利用可能な制度がわかるので、例えば民生委員の方々と連携すれば、利用者との信頼関係も強まり、地域の福祉活動にも効果が期待できると思います。私はこういう制度設計も含めて、市民サービスを活用する支援策を講じることが必要だと考えますが、見解を伺います。もう一つ、地域福祉の現場では、個人情報の保護が障害になって、福祉活動が効果的に実施できないという声が寄せられています。この問題を解決することも、本人が個人情報の提供を同意すれば問題ありません。そこで、要請としてマニュアルを作って対応できないか、見解を伺います。以上で1回目の質問といたします。松村副市長。衆議院選挙の結果と選挙制度改革についてお答えします。一般的に小選挙区制は2大政党になりやすく、政権交代を可能にすることで政策中心の選挙となり、強く安定した政権を作れるというふうに言われております。そのため、2大政党以外の勢力が台頭しにくいので、結果として少数の意見が反映されにくい面もあります。小選挙区制は選挙費用が低く抑えられることと、二大政党による政権交代が可能になることを期待されて、1994年に導入をされています。実際に政権交代は起こりましたが、民主党政権は長続きせず、昨年12月の衆議院議員選挙では、自由民主党が返り咲く結果となっております。安定した政権であったとは言い難いという状況であります。当面、違憲状態となっている一票の格差を解消する必要はありますが、少数意見も反映され、安定した政権が作れるような選挙制度の抜本的な改革を、今後も選挙制度審議会で十分協議していただきたいと考えます。選挙制度は国の根幹をなす重要な制度であるので、今後もその動向に注視をしてまいります。次に、旧清華高校の土地問題についてお答えいたします。本件については、これまでの議会での経緯などから、法的な手段にのっとり、
保証の額を定めてまいりたいと考えます。まあ、そうした観点からいろいろご質問やご意見をいただきましたが、法律的な見解の論議ではなくて、まあ、今日のところ事実関係を中心にご答弁をさせてまい、いただきたいと存じます。まず第1点、資料提出につきましては、現存するものは今後もオープンにしてお示しをしてまいる所存であります。次にですね、まあ、山田議員が、荒井市と福井県勝山市3社の合意で行われたものということで、土地移管に関して、まあ、引用されたくだりですけれども、これは昭和33年12月11日の勝山市議会定例会会議録における山内啓輝市長の提案理由でございますが、まあ、山田議員の説明の部分だけでは少し誤解が、を招く部分があるのかなと思いますので、少し説明を加えます。羽根知事に陳情したときの話として、個人より土地建物を勝山市に寄付させて、そして、すべての手続きを完了した後に、適当な時期にまた勝山市が県に寄付するようにしてもらいたいという話がございまして、その後、勝山啓帝株式会社社長の荒井義松にいろいろ懇談をしましたところ、荒井氏は快く無条件で土地建物を市に寄付された次第であります。と、山田議員はここまで引用してますね。まあ、それは事実で。しかし、議事録にはその後があります。このことは、かつて当議会にも提案いたしまして、皆さんの承認を得ましたので、ご承知のことと思います。と言ってますね。つまりこのくだりは、昭和33年12月11日上程の市議会定例会議案第68号、すなわち県への無償譲渡に関する議案の上程に関して、過去に採決した昭和31年12月12日上程の市議会定例会議案第84号の可決の経緯を述べているものであります。そしてその31年12月の議案は、勝山聖学校、高等学校の土地建物をして使用しなくなった場合は、無償にて旧社に返還をするという付帯付き寄付行為に関する議決なんです。まあ、従いまして、無条件で土地建物を寄付された次第でありますという、当時の山内啓輝市長の説明には齟齬があります。事実とは異なっているということですね。従いまして、勝山啓帝株式会社は勝山市に寄付するという、寄付するときからですね、31年に寄付するときから一貫して付帯条件が付けられていたというのが事実であります。次に土地返還に関しお答えいたします。山田議員ご質問の勝山市あるいは啓帝株式会社の土地返還請求権についてということでございますけれども、これについていろいろ請求したかということなどをいろいろ申されましたけれども、まあ、昨日の下道議員のご質問にもお答えしたとおり、勝山市の昭和33年の無償譲渡議決、それを受けた県議会のですね、無償譲渡議決、そしてその後の、土地の所有権移転、まあ、これらの事務を考えるときにですね、付帯条件は市のみについているのであって、県にその義務を及んでいるということはないというふうに判断をして、これまで参っております。従いまして、市は県に対して土地の所有権、土地の返還請求権はないというふうに考えております。次に、養護学校の関連でお答えをいたします。勝山南高校用地で養護学校を進めた場合、土地に関し新たな要望が出ないかという県からの問い合わせについては、県教育委員会として、養護学校を南高校の場所に設置したいという意向が示され、その際、県として南高校用地については、勝山市と啓帝株式会社の間に付帯条件があるということを、認識しておりまして、養護学校設置を進める上で、支障がないかという観点で問い合わせがあったものです。その際、土地返還に関する責務は勝山市にあるので、
市が責任を持ってそのことは対応するという考えを述べております。また市長から新井市長への協力依頼という点については養護学校誘致、これは勝山市民の重要要望でありまして、県有地である南高校学校跡地で養護学校が済んだ場合、用地での返還が実質的に困難になるため、市と今後の補償について話していくことに市長が理解を求めたものであります。新井社長も福井県の福祉教育行政に理解を示す中で市を拘束し続けている付帯条件を外す対価として、土地に関する補償という形での方向性を満たされ、市としても議会への報告を行いながら協議を進めてきたところでございます。先ほど申し上げましたが、今後はこれまでの市議会における議論を踏まえまして、法的な手段でしかるべき補償金の額を見出していきたいと考えております。以上です。はい、ただ上下水道課長、次に上下水道料金の改定についてお答えいたします。勝山市上下水道料金制度協議会はこれまでに当市の経営状況や今後の収支見通しなどについて5回の協議会を開催し、慎重な議論を重ねているところであります。同協議会からの答申時期につきましては、平成24年6月議会で、平成24年度中に答申を目指したいと答弁していますように、現在、本年度中の答申ができるように議論を深めているところであります。平成25年度下水道事業特別会計予算案において、公共下水道事業として交付税措置される額と、一般会計繰入れ金に差があり、繰入れ額6500万円が不足しているのではないかとのご指摘ですが、これは資本費平準化債を借り入れするという要因が多いことによるものであります。単年度の一般会計繰入金が少ない、多いから直ちに上下水道料金に反映させるといった短期的な対応でなく、ある一定期間の長期的展望で料金制度を定めていきたいと考えています。小林観光政策課長。畑屋記念館の運営問題について、まず財政負担の限度額をどのように考えているのかについてお答えします。畑屋記念館夢オーレは開館以来、毎年10万人を超える来館者があり、今年度も昨年の実績を超える来館者が見込まれています。来館者の8割以上が市外客であり、県内外に夢オーレ勝山の認知度が高まっていることが伺えます。個人来館者は家族連れから高齢者の方まで、幅広い年齢層に支持され、また団体利用の状況を見ても、保育園、幼稚園の体験の場として、小中学生の学習の場として、さらに企業研修の場や観光など、さまざまな目的で利用されるようになってきました。このことは他の観光施設と一体となった宣伝活動、集客施設での出張体験、さまざまなイベントによる報道記事の掲載、各種団体へのダイレクトメールや旅行業者などへの PR 活動に加え、
来られた来館者により満足してもらえるように、専門的な企画展、市民参加の広場イベント、館周辺での地元特産品の販売など、にぎわいづくりの成果と感じています。また、来館者が単に見て回るだけの観光施設にならないように、常にスタッフがミュージアム内にいて、繊維産業を基幹産業として栄えた当時の町の様子や、織物を通じたものづくりの楽しさ、勝山市の魅力などを伝えるようにしています。こうした運営により、リピートカスタマーの増大につながってきています。全国各都市においてもそうであるように、その都市の歴史や文化を伝える施設の必要性は感じておりましたが、今まで勝山市にはありませんでした。全国的に見ても、公立の美術館や博物館は、どこでもそれなりの経費がかかりますが、その反面、地域文化を発信する、人々の心に潤いを与えるという、得難い機能があるわけです。勝山市では、夢折れ勝山がその機能を果たしており、現在の運営状況を見ると、費用に対して今申し上げたような効果が年々出てきていると判断しています。今年の2月に、夢折れ勝山の周辺店舗を対象に、アンケート調査を実施しました。夢折れ勝山のオープン前より、売り上げや来店者が増えた、やや増えたという回答が 37% を占め、減った、やや減ったと回答があった 16% より多い結果となりました。また、このアンケートで各店舗から、夢折れ勝山と連携したイベントができないか、一緒に販促をしたい、委託販売できないかといった連携事業を望む意見がありました。今後、観光協会や商工会議所、周辺商店街と連携して、さらに街中へ誘客できないか、協議を始めております。夢折れ勝山は、織物ミュージアムとしてだけでなく、街中観光の拠点施設として、さらに効果が出るように、今後も継続的に事業を推進していきます。次に、公設民営をいつまで導入するのかについてお答えします。運営体制は現在、市が直接運営しており、施設の維持管理のほか、常設展示の見直し、企画展の立案と実施、集客に向けた営業や宣伝活動の実施、イベントなど、企画運営を主に行っております。そして、受付業務、体験業務、ミュージアム案内業務を勝山市繊維協会に委託しています。勝山市繊維協会は、繊維という特殊分野に対する造形が深く、実務経験に基づいた来館者への説明や、さまざまな織物関連備品のメンテナンスなど、夢折れ勝山の事業を進めていく上で、開館以来、重要な役割を果たしてきました。現在、業務内容の特殊性から、勝山市繊維協会と随意契約を行っておりますし、今後も継続して契約していくことにメリットがあると考えています。一方、指定管理者制度については、畑屋記念館夢折れ勝山運営委員会に検討を委ね、夢折れ勝山の設置理念、意義と役割を実現するためのより良い運営体制について議論を深めているところでございます。現時点では十分な結論に達していませんが、今後、これまでの運営実績の検証を行いながら、さらに検討をしていきます。次に、物販飲食の公募による委託料削減についてお答えします。夢折れ勝山のカフェコーナーとショップコーナーは、開館前に近隣の博物館を参考にして、入館者を見込み、
売上を予想して委託料を算出しました。夢折れ勝家が、がオープンして4年目を迎えていますが、経営者による新商品の開発などの努力と夢折れ勝山と一体となった宣伝効果もあり、当初見込んでいた数字を大きく上回る売上となっています。特にショップコーナーの今年度の売上は昨年より大幅に増えてきています。周辺観光地の状況や今後の来館者の推移など流動的な部分はありますが、各店舗の経営状況など十分検証を行い、平成26年度の一般公募に向けて適正な契約となるように努めていきます。伊藤財政課長。次に、現期臨時交付金やこれで生まれた財源の活用策についてお答えいたします。今回の3月補正予算では平成25年度当初予算に計上する予定でありました事業費、一般会計で約11億7000万円、全会計では約12億5000万円を前倒しいたしました。これらの事業費を3月補正に前倒しするメリットといたしまして、早期発注による経済効果の即効性に加え、今回前倒しをする事業費のほとんどが国庫補助金と交付税措置のある被災で賄われ、市の持ち出しである一般財源は約3600万円と なりました。これを仮に当初予算に計上した場合と比較いたしますと、約5800万円、市の負担が軽減されます。また、被災の償還金につきましても、交付税措置が通常よりも手厚くなりますことから、市の実質負担額が約1億2700万円軽減される見込みでございます。さらに今回限りの措置といたしまして、国の補正予算により前倒しした事業費から国庫補助金を控除いたしました、市の負担分の約8割相当額が地域の現期臨時交付金として平成25年度に交付されます。この地域の現期臨時交付金の勝山市への交付額については約4億円となる見込みでございます。ただいま見込みと申し上げましたのは、実際の交付額が確定いたしますのは4月以降となるためでございまして、今回前倒ししました事業費から現時点で推計した金額でございます。次に、地域の現期臨時交付金の活用策についてお答えいたします。この地域の現期臨時交付金は市債を発行できます建設事業の財源としてのみ使える交付金でございます。かつその活用できる期限は原則平成25年度末までとなっております。もし平成25年度中に使い切れない場合は、それを一旦基金に積み立て、平成26年度に取り崩して使うことができるという制度となっております。このため、当初の平成25年度当初予算では、市単独の道路改良や水路改良などの財源といたしまして、2億6212万7000円を計上いたしました。先ほど申し上げました交付見込みであります約4億円との差額であります残りの約1億4000万円につきましては、平成25年度の補正予算の建設事業の財源として活用したいと考えております。次に、地域の現期臨時交付金の交付によります市の一般財源の持ち出しの減少をどのように活用するのかという点にお答えをいたします。これにつきましては、当初予算案の主要な施策でご説明いたしました、環境、福
福祉、産業振興、教育などのさまざまな事業の財源として活用してまいります。まあ、これら当初予算で計上いたしました事業は、地域経済への波及効果が高い事業、市民生活に効果的な事業、将来の経常経費節減につながる事業であり、まさに山田議員のご提案と合致するものだと考えております。これらの事業は、その効果をの検証とブラッシュアップを行いながら、予算を効率的に執行しつつ、予算の補正が必要になった場合、この地域の元気臨時交付金の交付によります、一般財源の持ち出しの減少を生かしてまいりたいと考えております。宮永商工観光部長。現金臨時交付金やこれまで生まれた財源の活用策について、この中で、人件費補助で新規事業を購入するということについてお答えいたします。平成25年度の新規事業として、実施します地域資源を活用した商品開発等の支援に関する事業の計画の話につきましては、12月定例会の山田議員のご質問に対して概要をご説明いたしました。この事業の一環として、事業の実施主体であります商工会議所において、専属のコーディネーターを1名雇用する予定でございます。でこの事業、もう一回内容を繰り返しますけど、まあ、経営指導のノウハウを持ちます商工会議所が主体となりまして、農産物や商品確保に精通したコーディネーターと、勝山市から奥越農林総合事務所、勝山市農業公社、観光協会、これが支援体制を作りまして、情報を交換しながら、よくある生産者、事業者に対して、市内の生産物等を活用した商品開発、および販売促進の後回しを行ってまいります。また、コーディネーターによります開放やホームページ、Facebook を活用した関係者への情報提供、それからいわゆる事業のマッチング、それから料理のレシピなどの研究提案も検討していく予定でございます。これ何回言ってますけど、地場産品の商品化につきましては、過去の例を見ましても、かなり長期間を要していると、現状を認識した上で、事業につきましては、手堅く進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。山岸福祉児童課長。次に市民サービスの活用支援についてお答えいたします。現在福祉児童課では保育園や児童センター、子ども医療費、児童手当、児童虐待など子育て支援に関するものと、障害福祉や生活保護、災害児養援護者登録、赤十字、結婚相談など社会福祉全般に関する業務を行っております。これら業務に関する市民サービスも多種広範囲にわたっています。これまで福祉は相談からと言われるように、まず窓口においでいただきまして、いろいろなお話をお聞かせいただきます。そこでこの場合にはこのようなサービスをお受けになることができますとか、障害者手帳をお渡しするときには受けることができるサービスには福祉のしおり、サービスガイドを使って説明するなど、またケースによってサービスの適否が変わるなど複雑なことからも、主に窓口での説明支援を行ってきております。山田議員ご提案の例えば所得などいくつかのデータや条件をパソコンに入力すれば、どのようなサービスが受けられるかすぐに分かるシステムにつきましては幅広く研究してみたいと思います。次に個人情報の取り扱いにつきましては、すべての項目とはいかないとは思いますけど、書面による本人の同意があれば個人情報の提供は可能かと思いますので、今後どのような情報が必要であり提供できるかなども含めまして種々検討してまいりたいと思います。
はい、14番。清華高校の土地問題ですけれども、私ね、この問題解決するのは、この土地は勝山市持てないわけですよ。返還させてくれて言われても。これ、県に寄付しちゃったらただで。ここの問題を解決すべきだって私は主張してるわけです。この問題でですよ、一方的に勝山市が悪かったんやと言って白旗上げてしまったら、この問題大変なことになるわけですよ。私はこの一方的に白旗上げるのは問題だと。勝山市として、きちんと請求をして、それが例えば裁判でも認められなかったら初めて刑事との話し合いになる。まずこの前段が大事だということです。そこで、その副市長は、勝山市としては県に返還請求できないというふうに判断しちゃったんだと言うけれども、これ勝手に判断してるんですね。それで昨日の下道議員の質問に、無償譲渡したからダメなんだと。無償っていうのはただって意味ですよ。先ほど副市長が答弁されたように、無条件とは違うんです。ただということと無条件とは違うというのは一つです。それから、県議会の負担付き議決の必要は、これ法的に実は、必要ないかもしれない。これは契約の時にですね、返すという条件だけならば、この、議決の必要性、負担付き議決の必要性はないというのが、条例解釈文の定説です。そこで、じゃあ、勝山市には議決が必要かと、必要なんですね。これは寄付によって実は、返してもらえなくなったら、勝山市に法的責任が起こります。こういう時には必要なの。ここに、昭和33年12月11日の、勝山市が福井県に寄付をした時の議案のコピーがあります。議事録のコピーがあります。読みますよ。議案第68号、私有財産無償譲渡の件、福井県立勝山清華高等学校の使用する私有土地、及び建物を、先の通り福井県に対し無償譲渡するものとすると。これ日付が入って市長に。先の通りとは何か。一、土地と言って、アザバンと地目と宅地と、地籍の面積書いてある。二って書いて、建物って書いてある。三、これが漢字なんですね。三として明記したい。付帯条件。将来万一、福井県立清華高等学校の土地、建物として使用せざるに至りたる場合は、寄付者に返還するものとする。勝山市議会議長、山岸田之助って印鑑本としてある。だから寄付時にはちゃんとこの付帯条件は明記されてるんですよ。この事実は否定されますか？はい、松村副市長。一番最後に、33年度の議決の内容をお示しされましたね。それは書いてある通りなんです。で、見解が違うのは一つだけ申し上げます。で、無償譲渡の議決をしたんですが、そこ書いてある部分は31年度に勝山市が新井さんから受けたときに約束をした議決がありますね。負担付きの寄付。その部分をそのままこういう条件だけど無償譲渡をする。まあ、そのように読むべきかと思います。それともう一点、ただと条件は違う、その通りです。条件付きがあると無償とは違うんですけれども、無償譲渡の議決をして県へ出した。で、県は無償譲渡ので受けるという、もちろん陳情で受けてくださいと持っていったわけですから、その後、無償譲渡の議決をするんですけれども、県条例では付帯条件をつけずに無償譲渡、当たり前ですね。無償譲渡ですから、付帯条件がついているのがおかしいんですから、そうです。で、条件はありません。条件がないということは、先ほど山田議員が、ただと条件付きは違うということで、県に行ったときはただになっている。まあ、言葉は悪いですけどね。まあ、そういうことなんです。そしてね、県の条例が、無条件で寄付を受けるということで、例えば、そのときに、条件がついていれば、負担付きの寄付の議決をしなきゃいけないんですけれども、
県はこの時に県条例による免責要件で議決を無償譲渡だけど、無償だけど、本来議決はいらないんですけど、免責要件があったものですから、議決をしたと、まあ、そのように判断をしてますので、したがって所有権は県にずっとそのままあるということで、ここは請求できないというふうに、私どもは法律相談をしながら判断をしているところでございます。はい、14番。実はね、負担付きの寄付を受けるだけではなくて、負担付きの贈与をするときにも議決が必要なんですね。勝山市にはこの負担付きの贈与の議決をする必要があります。今の説明は前にあったやつをそのまま載せただけだ。もしそういう主張であるんであれば、これはですね、負担付き議決がしていないという主張だと思うんですね。負担付き議決をしていないで寄付行為をしたらどうなるか。首長には寄付才能の権限がない無権限者の意思表示となって契約を無効というふうになるんですよ。だからこの問題はここで結論が出せると思っていません。しかし、ね、肝心なのはね、勝山市の利益を守ってどこまで主張するか、どこまで汗をかいたか、ね、勝手に弁護士聞いてきました。聞いてきた弁護士はこれは無理やのって言ったって帰ってきました。こんなことでは市民私は納得しないと思ってるんですよ。だからきちんとやるべき法的手段も含めて県ときちんと交渉すべきと。大体ね、福井県だってですよ、清華高校にするときの地面経過をよく知っていてただでもらったんですよ。それを勝山氏が請求したってこれは俺のもんだと返す必要はないんだ。こんな反社会的なことが私は言えるはずがないと思っています。私たちも、リーシャ側に行けって言ってるだけじゃないです。私らも行きますよ、県に。こんなことになって、土地も持っていない。県が持っている土地のために、勝山市が一方的に賠償責任を、こんな不条理なことはないでしょうと。ただでもらった土地を返してくださいというのが当然でしょうと。なんでこの努力をしないのか。私はどの立場に立って市政運営しているのか、不可解です。もう一点。今日、朝ですね、追加議案を配布されました。これによりますと、勝山氏がですね、今度は慶定さんに対して、勝山氏が調停を求めるって言ってるんですね。これも不可解です。請求者から、調停の請求があって、行かざるを得ないと言うんならわかるけども、こちら土地も持っていないのに、払いに行きますよって調停が、誰がするんですか。この問題解決の前提は、県との交渉がまずありきです。その結果を見てから、当事者と話する。この手順を踏むのが、私は当然だと思いますけども、なんで調停なんかを県との交渉もしずに、さっさとそっち行って金払う約束、調停に入るんですか。見解を伺います。松村副市長。もう時間も残り少なくなっておりますので簡潔に答えます。特に最後のですね、まだ調停していないですね。その調停の件につきましてはこの場所ではお答弁しませんので、その。その議論のところで、したいと思いますね。話を聞いてください。はい、それで求めないかということで、少し寄付の贈与のところの山田議員の説明につきましては、私はちょっと理解ができなかったんですけども、市が議決をしたのは無償譲渡をするという議決をしたということで、まあ、そこは押さえていただきたいと思います。それでなぜ県に出して今戻せないのか知っていたのじゃないかということなんですけども、まあ、当時の文献などをしっかり読んでいただきますと、県立高校になったものの、勝山市が29年からですね、34年まで4年間ですね、ずっと勝山市が県立高校でありながら、いろんな経費を負担してました。もうその当時、再建団体でしたね、31年。まあ、そんな費用の中で、大変費用がかかるで、早く受け取ってほしいという中で、議決行為を経て受け取ってもらったんです。
まあ、もらったというか、受け取った県に渡したんですね。で、それは所有権を移転して何もついていないということは、先ほどから言っている事実でございまして、今ですよ、高校がなくなったんですが、条件をつけずに挙げたものを、今、高校がなくなったから、勝山市にはこんなことがありましたということで、じゃあ、返してくださいということが、無条件で渡したものを今返せという主張を山田議員は汗をかけということですが、少しそこはどうかなということで、法的にはどうかということを判断しておりますので、先ほどから お答えをしているとおりでございます。山田議員にお知らせします。時間を進んでますけども、はい。続きは、予算委員会等で、議論させていただきますので、私の一般質問を終わります。